試合が始まりました。サポーターの期待に応えるプレーを見せてほしいですね。今日の試合、ブラジル、サイドバックの攻撃参加が多い 4-4-2 です。チェンマイ、3-5-2 のフォーメーションです。ブラジル、どう展開するのか。コントロールしたいですね。ここでインターセプト。マルコフスキー、ジャバ前、マルコフスキー、バット、これは試合を止めてもいいんじゃないですか。ラストタッチはチェンマイ、ゆっくり回します。頭でジャバ、強烈なスライディングタックル。ジウベウトシウバ、前にボールをカット。5分過ぎました。クムマネ、あはオフサイドになりました。ただいまのオフサイドシーン、今一度ご覧ください。エジミウソン、前方にフィード、止めた。さあここでリバウド、激しい奪い合い、チャンスです。ロナウド、ボイパクバエン、ゆっくりとボールを、しかしカット、戻って受けます。激しい奪い合い、10分過ぎました。じっくりとパス回し、おっと、おっと、大きく上げた。ここにパスが通る。外、おっと、いいボール、ジャンピングヘッド、はい、ハゴー、ブラジル先制、試合が動き始めた。ただいまのゴール VTR で見てみましょう。ブラジル、しばらくは大事な時間です。巧みなボールコントロール、味方を探す。どう展開するのか。ゆっくり回します。つながればチャンス、おシュート、弾いた、キャッチ。15分経過、ヘッドでつないで、グムマネ、アカラブ、前へ、ハドソン、ヘッドでつないで、ジャバ、前方へ、ハドソン、持って上がる、素晴らしい、おっと、セッタリング、ジャンピングヘッド、わずかにそれてしまった。チェンマイ、同点ゴールならず。これは決めてほしかった。20分経過しました。ロナウド、どうするのか。力強いドリブル、よくしのいだ。ハドソン、速攻、ホワイパ、おっと、これを前と、ここで折り入れさせません。ルシオ、前にボールを送る、止めた。ハンさん、前へ。25分経過、マルコフスキー、怒涛のようなドリブル、力強いドリブル、クリア。グムマネ、ハドソン、グレブ、ブラジル、よくディフェンスをします。パスが通ればチャ、さあカウンター、ここでカット。ルシオ、前、前半30分経過、ロナウド、ここから反撃だ。アカラブ、前方にフィード、ナックモア、仕掛けます。これが通れば面白い、おお。マルコフスキー、速いクロス、エジミウソン、守りきった、しっかりと寄せていたんで、ウッチャンス与えませんでした、ね、ヘッドで繋いで、前半あと10分です。ボールを足元へ、入れば同点、不十分なクリア。ロナウド、ヘッドで繋いで、グレベウソン、ブラジル、
インターセプト。左ジャバとインターセプト。ロナウド前に送ってショートパス、ミドルシュート、イスティング、レベント、これは素晴らしい反応でした。ブラジルチャンスが続きます。シュートをこぼした。前半残り5分です。ヘッドでジウベウト・シウバ、卓越したボールコント、おっとここでロングボール、カット、ゼロベルト前方へ、お前へ、手元の時計では残り時間がほとんどありません。じっくりとパス回し、前、縦に出します。前に送って、おっと、前半終了の笛です。リードしていますが、そうですね、非常に見どころの多い試合でしたね。さあ、後半戦キックオフです。チェンマイ、劇的な逆転を見せてほしいものです。ジャバ、前方へ。ジャバ、前へ。いい展開だ。ん？前に送った。止めた。ロナウド。コース空いてますよ。パス。ゼロベルト。グレベウソン。ブラジル、ゆっくり回します。フムマネ。繋いでいきたい。おっと、激しいタックル。縦に出します。後半5分経過しました。小さく蹴り出す。おっと、今のはパールに見えましたが、どうでしょうか。キーパーへバックパス。よくしのいだ。頭でつないで、左へパスを通します。マルコフスキー、素晴らしいスピード。クレベウソン、前方へ。後半10分経過。センターに戻します。ブラジル、ゆっくりとボールを回します。と、副審がファールを取りました。グレベウソン、縦、しかしカット。ヘッドでつないで、奪い返す。いいカバーリングです。リバウド、行く、行く。中へ。クリア、これはカットしましたね。さあここでロベルトか、強烈なスライディングタックル。後半15分、早い、おっとセンタリング、切れていきます。選手の交代が行われています。ヘッドで落として、ロナウジーニ、前へ、これチャンスですよ。ロナウド、行く、行く、ゆっくり上がる、守りきった、頭で落として再び取り返す。後半20分経過しました。前、いい展開だ、スライディング、ジャバ、チェンマイ、強烈なスライディングタックル、後ろへ、ルシオ、縦に出します。どう展開するのか、前に送ってバックパス、前方へ、ゆっくり回します。前へ、ロベルト・カルロス、前、ゆっくりとボールを回します。打ったが惜しくも外れました。ここで選手交代があります。後半25分経過。ロナウド、おっと前方に叩いた、縦に出します。リバウド、仕掛けます、おっとセンタリング、ここ
あっとミドルシュート、セービング。ハドソン、ヘッドでつないで、おっとこれはファールじゃないんですか。これファールでしょう。後半30分経過、ナラン、サムサヤ、マーにボールを送る、ジャバショートパス、スライディング、タフー前方にフィード、止めた。今度隙がないですよね。ゼロベルト、マルコフスキー、誰もボールに触れません。持って上がる、ここでこれは危険だ。ラストタッチはチェンマイ、ルシオ、前に送って、あと10分です。ここでカット、コース空いてますよ。出た、これはキーパー真正面、下げます、あと大きく前方へ、パスの精度が高いですね。前距離激しい奪い合い、左へパスを通します。マルコフスキー、素晴らしいスピードです。ゼロベルト、前に出す。すでに試合時間は85分が経過しています。一旦ボールを下げます。キーパー飛び出してクリア、アモローゾ、力強いドリブル、アドリアーノ、止めた。これはうまくカットしましたね。マルコフスキー、前にボールを送る。今は大事につなげたいですね。ヒシス、ハドソン、おっと激しいタックル、激しい奪い合い、ナンタニミト、速攻、ゆっくり上がる、中に入れる。ゼロベルト、ホイッスルが鳴りました。試合終了です。ブラジル1点を守り切って勝利しました。